代理人弁護士によりますと、神戸市などに住む男女4人はフェイスブックなどで前澤雄作さんらを語ったなりすまし広告を閲覧し、投資詐欺の被害にあったということで、フェイスブックなどを運営するメタ社の日本法人に対し、およそ2300万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こしました。偽のものなのか本物なのかっていうのを全く選別できない状態で、広告を一切流さないぐらいのことしてほしいなって思ってます。 メタ社は今月16日膨大な数の広告を審査することは課題も伴い社会全体でのアプローチが重要ですなどの声明を発表しています。